このこんにゃくに味を入れていく。これが本当に重要です。パラパラパラと小ネギをねかけてもらって。どうも、社会的保障です。今回ですね、私ももう本当に YouTuber のグレーゾーンのほぼほぼ黒のグレーになっておりますよ。僕はもう現在なんですけども、4本目で、じゃあ最後にね、締めのものを食べちゃって太っちゃうの僕も。今回ですね、そんな僕でも太んない、もうこんな締めに食べても太んないっていうような今日はこんにゃくステーキです。ほぼほぼ糖質がない、もうこんにゃくがいくら食ってもいいですから。そんなこんにゃくをですね、僕がおつまみとしてものすごい美味しいおつまみにしていきますんで、ぜひご覧ください。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料紹介いきたいと思います。材料紹介はですね、もう本当今日簡単です。こんにゃく1枚だいたいね 230g ぐらいですって。これ今 200g ぐらいのこんにゃく、あとバター 10g、あとニンニク半かけ、半かけって言ってもこれちょっとちっちゃいニンニクなんでこれ全部使っちゃいますけども、普通のちょっと膨らむサイズのが半かけぐらいで大丈夫です。そして忘れちゃいけないのがこの中華レモンですね。これは何に使うかというと、僕に使っていきます。もう僕はね、もう限界なので、限界を超えるために中華レモンが必要です。ということでですね、今回はこんにゃくの石を作ってみます。やっていきたいと思います。こんにゃく、これはねこのままだとね、こんにゃく臭いですよ。これをですね、ざるにあけてぬるまで洗う、これをやっていきたいと思います。はい、洗い終わりました。はい、これはここに、これはね、重要なことなんですけども、こんにゃくってこのまま入れても味染みないんですよ。だからこれをスッスッとやって、格子状に切れ目を入れると、このね、タレの味が染み込んでいくんですね。だからこうやって切れ目を入れていきます。格子状なんで、こっち側も入れていきます。見ますか、こんな感じで、これが重要です。反対側もこんな感じで、これで入れてください。これでね、味しみが全然違います。で、この中でサイコロ状にしていくんですね。ここで種に3等分していくんです。こうやって、で、こうやってね、3等分していく。3等分したら、ここでサイコロ状にするの。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。ニンニク皮も入れておきましょう。ニンニクを皮を剥いておきます。じゃあもうこれで下ごしらえは OK ということにしておいてほしいね。はい、それではやっていただきます。このまあ身近なフライパンにね、火にかけていきます、はい、こっからでございます。こんにゃく石の極意を皆さん教えしたい。バターをバターっと入れます。中火にしましょう。で、ここでこんにゃく、これでこんにゃくをよくチリチリと炒めるのがポイント。ほら見てください、こんにゃくの表面がチリチリになってきてるの分かります？これ、この水分が抜けたこんにゃくにタレをかけますとギュッと味が入るんですよ。これがポイントです。なのでですね、チリチリに炒めてください。そしたらですね、ちょっと火緩めて調味料入れていきます。まずはこいつだ、鮭、そしてすかさずみりん、そして醤油、そして味の素が1,2,3,4,5ですね。これね、こんにゃく自体に味がないんで、味の素はちょっと多めに入れます。そしてシュガー、シュガーはね、まあ一つまみ、二つまみぐらいかな。そしてですね、最後にこのこんにゃくですね、こんにゃくじゃない、ニンニクだった。で、これをすっていきます、はい、そしてここでブラペです。はい、これをまあ多めに振っていきます。で、タレを絡ませながら、このこんにゃくにタレを入れること、これが一番重要です。これはちょっと火を強めて煮詰めながら、このこんにゃくに味を入れていく、これが本当に重要です。このね、醤油とみりんと砂糖と味の素のタレっていうのは僕結構対応するんですけども、このタレを絡ませれば大体うまくなる。そして見てください、このさっきあんだけあったタレが全部このこんにゃくに絡まりましたね。こしたら完成です。じゃあ持っていきたいと思います。ちょっとね、ステーキなんで、ちょっとステーキ感出したかったんで、ちょっとこう
おしゃれにスキレットに盛ろうと思います。で、ここにですよ、パラパラパラと小ネギをね、かけてもらって、はい、じゃあこちらですね、最高に美味しくこんにゃくを食べるやり方、こんにゃく繊維の完成です。はい、ということでですね、できました。食べてきていただきます。じゃあ、いただきます。満を持していただきます。いただきます。おお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 、これはね、めちゃめちゃうまい。こんにゃくってそもそもこんにゃく自体味ないんですよね。でそこにどう味を入れていくかっていうのがこんにゃく料理のポイントなんですよ。で今回はですね、ステーキソースを作って、それをキュッとこの隠し包丁を入れたこんにゃくに染みさせてるんですね。これがなまるうまいんですよ、これ。そしてここで味変かもしれないでしょ。味変はこれでしょ、タバスコです。酸味とね、旨味が加わった時のこの味よ。まあ、うん、めちゃめちゃうまい。これ居酒屋でこれ出てきたらすごいなと思うね。ヘルシーなのね、こんなにうまいんだから。そしてここでトムチャンス、いでよ哲也。おお、エスエス、いただきます。ほぼゼロカロリーそんなことはねえな。うん、うまいでしょ。うまっ。これね、こんにゃくをこの味にするのは結構大変なのよ、うん、いや、さすが天才、天才料理研究家。飲める、うん、こんにゃく最高でした、うん、ございます。このこんにゃくステーキ、本当にね、低糖質、おつまみの中ではほんとにね、もうアップアップだと思います。なんですね、皆さんもアップアップガールになりましょう。ということで、おやすみ。豆腐っちゅうのは豆腐じゃねえやこんにゃくこんにゃくなんですよ、これとしたことが、こんにゃく豆腐と間違うとは。